一番辛いことだと知った。一番辛いこと、自分が子供に必要とされてない存在だということです。だが命令に異を唱え、説明を求める。ただ従い、それが軍というものだ。でもさ、ん？やっぱこの二人が言ってた通りなのかな。自分の存在理由を求めちゃいけない。ただ道具として存在することが大切。本当にそういうことなのかな。なんかさ、なんかさ、俺ってばそれ嫌だ。嫌な。だから忍者ってやつは皆知らず知らずそのことに悩んで生きてるのさ。ザブザや、あの子のようにな。体の傷は確かに血が流れて痛そうに見えるかもしれません。でも時が経てば自然と痛みは消え、薬を使えばさらに治りは早い。しかし厄介なのは心の傷です。治りにくいこと、この上ない。体の傷と心の傷は少し違います。体の傷と違って塗り薬もなければ一生治らないことだってあります。君らはわしと違って大いに若い。この中からおかげの名を継ぐ者も出るやもしれんの。人生ただ一度じゃ。無理な道を選ぶこともない。好きに生き、好きに死んでも構わん。とは言っても砂が守ってくれますか。己にとって大切なものは必ずしも善であるとは限らない。たとえそれが悪だと分かっていても人は孤独には勝てない。今戦う力を俺にくれ。私の戦い好きな一族だった。戦場だけに彼らに安らげる場所だ。血に急ぐ馬鹿者どもにしか言えない男に、せいぜい悲しんでくれ。